皆さんこんにちは、賃貸の中島です。本日私は木津川市国見台にございます 3LDK の賃貸アパートヒールコート2というロケにやってまいりました。まずはこちらリビングなんですが、リビングはですねとっても広々としておりまして、このようにですね、こちら南向きのお部屋となっているんですが、とってもですね明るい日差しが入ってくる、そんなお部屋となっております。こちらバルコニーから出られる窓なんですが、バルコニースペースもですねとってもですね広々としておりまして、こちらこのように、はい、洗濯物もしっかりと干していただけるバルコニーとなっております。そしてこちらのリビングのすぐ隣にはですね、こちら約 4.5 畳ほどの洋室がございます。こちらの洋室なんですが、このように、はい、このようにですね、スライドのドアで、区切ることができますので、こちらドアを閉めていただいて、こちらリビングと洋室という形で使っていただいても結構ですし、こちらの扉をすべて開けてしまってですね、リビングと続けて広々としたリビングスペースとしても使っていただける、そんなお部屋となっております。こちら収納スペースもこちらこのようにですねしっかりとございます。高さは十分にございますし、奥行きもそして幅もですねございますので、コートなどをかけていただくのにも大変重宝する、そんな、クローゼットがございますね。ではこちらキッチンスペースをご紹介したいと思います。キッチンスペースに行く隣にはまずですね、こちらこのようにモニター付きのインターホンが設置されておりますので、お部屋の中にいながら外の様子がよくわかるのでセキュリティ面も安心です。そしてこちらキッチンスペース、こちらキッチンスペースにはですね三つ口の IH クッキングヒーターがセットされておりまして、もちろんグリルもございます。そしてこちらこのように上から下までですねしっかりと収納スペースがございますので、キッチン用品もしっかりと収納できる、そんなキッチンスペースとなっております。冷蔵庫などはこちらに置いていただくととても便利かと思いますよ。そしてキッチンのすぐ隣にはですねこのように段差の、高さも変えていただけるですね収納スペースもしっかりとございますので、調味料などを収納していただくことにもぴったりです。そしてキッチンスペースの奥には洋室がもう一つございます。こちらの様子は窓が2面ございますので、とてもですね明るいお部屋となっております。収納スペースもこちらこのように横幅のしっかりとした収納スペースが1つ、そしてこちら1、2、3と段に分かれている収納スペースが1つとございますので、収納力がとってもたっぷりとある、そんなお部屋となっております。そしてこちら 3LDK ですので、もう1つのお部屋をご紹介したいと思います。はい、こちら奥に進んでいただきますと、こちらにも洋室がございます。こちらには収納スペースがこちらこのように1、2、3と高さが分かれておりますので、収納力の豊富な収納スペースがしっかりとございます。こちらのお部屋、これだけ広げるとしておりましたら、お子様の子供部屋にもぴったりかと思いますね。では続きまして水回りをご紹介したいと思います。こちら水回りをですね入っていただきますと、こちらに室内洗濯機置き場、そして人気のシャンプードレッサーとございます。そして奥に進んでいただくと、とってもですね広々とした白を基調とした清潔感あふれるお風呂がございます。天井には浴室乾燥機もセットされておりますので、梅雨のジメジメしたシーズンでもご活用できる、そんなものが付いてますね。そしてお手洗いです。はい、お手洗いはこのようにウォシュレットタイプのお手洗いがございます。天井にはトイレットペーパーなどを置いていただけるような棚もございますので、こちらもご活用ください。そしてこちら廊下の部分ですね、こちらに階段スペースがございます。こちらを降りていただくと広々とした玄関がございますよ。はい、これだけ広々とした 3LDK の賃貸アパート、気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。